It's the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam. From tuxedo styles, bow-detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts. With fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in-store or at hm.com. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週は10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として導入されるインボイス制度についてこの方にお話を伺っています。中央大学法科大学院教授の坂井克彦さんです。坂井先生、おはようございます。おはようございます。さあ今日は インボイス制度がなぜ実施されるのか、まあもと消費税を導入するタイミングから構想はあって気が熟したので、まあこの10月にっていうことが一つの理由。そして、はい、坂和先生もう一つ理由があるんですか？はい、そうですね。あまり今からお話をする理由というのは、ああ世の中では伝わっていないところじゃないかと思います。ほうほうまあ少しですね、<え>今度は。 まあ、鳥の目で俯瞰してですね、ええ、物事を考えてみたいと思うんですが、はい、実は日本の税金の制度っていうのは、ええ、ちょっと専門的な用語で言うと深刻納税制度っていう制度なんですね、はい、これは何を意味しているかと言いますと、ええ、商売をやってる人は自分で自分の会社なり事業の経営内容とかを計算して、はい、自分でそれを申告して 自分で納税をするっていうすごい主体的な仕組みなんですね。あいわゆる確定申告などもそれに含まれますかね。まあえー、おっしゃる通りです。<ー>でも大変なことですよね。考えてみると、えー、昔は戦前は役所が決めてたんです、はい、税金というのを。お<ー>ところが戦後は民主的にですね、えー、自ら進んで計算をしてちゃんとやりましょうと、うんえー、すなわち性善説に立ってるんですよね。こ、ねえー、これはとととってもいいことだと思うんですが、はい ただし、中にはちょっと税金ごまかしちゃおうかなみたいな人もやっぱりいるんですよね。で、そうした場合に、どうやってその申告の内容の適正性を、まあ、あチェックするんだろうかっていうことになりますが、はい、今の仕組みは基本的には税務署という怖い役所が <laughs>、税務調査にやってきて、計算をし直したりするわけですよ。<laughs> ええ、そうすると、時には不正が暴かれたりすることも少なくないわけですね。ええ でこういう仕組みで今まで制度が構築されてきたんですが、はい、実はこのインボイス制度っていうのは、ですね、ええ、ちょっと違う仕組みなんです。すあのえ例えば、ですね、えー、私の家がラーメン屋だとして、ええでえー、小麦粉を買ってきて、ラーメンを作って売ってますと、はい、でその時にですね小麦粉の業者から1000円で小麦粉を買うときにです、ね、ええ、1100円の。 取引をして、そのうち百円が消費税でしたってインボイスに書いてあるわけですよ。はい、で、実は私がラーメン屋さんだとですね。ええ、そして、私が、まあ、ちょっとズルをしたいと、ほうほう税金を安くしたいと考えた場合には。ええ、そのインボイスの金額をですね、多めに書いてもらいたいんです。簡単に言うと、経費がたくさんかかったってやれば、利益が減りますから。ええ 利益が減ると、それに対して税金をかけますので、税金が減るわけですよね、ね、ええ、な,ないってことななれば、ええ、なので、1100円の,その小麦粉の購入をですね、ええ、お願いして、これを1500円にか書き換えてもらえませんか、インボイスを高めに書いてくれませんかっていうふうにお願いするとするじゃないですか。はい もしそれをです、ね、小麦粉業者が引き受けてしまうと、えー、あ分かりましたっていうと、今度、小麦粉業者が、ね、1100円しか売ってないのに、1500円を売ったことにしなきゃいけなくなっちゃうわけですよ。えー、小麦粉業者はインボイスを発行したら、その控えというのを取っておかなきゃいけないものですから、そうすると、1100円しか売り上げないのに、1500円も売ったことになると、えー、今度は小麦粉業者の税金が上がっちゃいますよね。えー、なので そのラーメン屋さんから1 1 0 0円の取引を1,500円にしてくれっていうお願いには承諾することができないんです小麦粉業者は。なるほど。そんなことを引き受けたらうちの税金が上がっちゃうじゃないかって言い,たく言いますよね。そう,ですねそういう意味では、うん、仕入れる側が税金をごまかそうと思ってもごまかせない仕組みなんですよインボイスっていうのは。<ー>今度逆にですね、ええ、小麦粉業者これは小麦粉の取引からすると売り手側になるんですが。ええ 小麦粉業者が税金を安くしたいと思った場合にはどうしたらいいかっていうと、はい、1100円の売り上げをしたんですよね、小麦粉業者は。はい、ところが、<A> これじゃあ税金が高いから、うん、なんか税金を安くしたいので、じゃあインボイスを発行するときに、うん、まあこれを600円にしようと、う600円の売り上げにしたことにしようとして、インボイスを書いて、相手に渡すんますよね。 ちょっと今度ラーメン屋さんの方がいやいや1000円払ってるのに600円のインボイスを出されちゃ困りますよとうちの、ね、ラーメン屋さんからするとうちの仕入れ金額が少なくなっちゃいますので、ええ、今度うちの税金が上がっちゃうじゃないですかってラーメン屋に言われちゃうますなります、ね、そうですよねそうすると今度は売り手側である小麦粉業者の税金をごまかそうというその試みもですね、ええ、結果的にはまあ実現しないんですね。は なちインボイスっていうのは売り手が税金をごまかそうと思っても実現しないし買い手が税金をごまかそうと思っても実現しないんです、うん、すなわちですね取引をすするる段階でで維持されるんですね適正性が、はあ、ただそういうこう自浄作用というか、はい、まあ自律的な社会を構築するっていうメリットがあるっていうことが、はいはい、我々国民にはなんかあまり知られてないんですけどねああそうですね。 まあ、取引が自律的に行われるっていうことが、うん、私たちにとってなんかメリット感じないですよね、<laughs> 何かとまあ、消費者からするとですね消費者から見ると、うん、これ、考えてみると、税務署はいいですよね、いちいち税務調査しなくても、はい、正しい申告がなされるっていうことになりますから、言ってみれば、財政当局目線からすれば、ですね <A> これはなかなかいい制度だと思います、うん、ただ、考えてみると、よく大きな政府とか小さな政府って言い方しますよね。 税務調査によって、一軒一軒の経理の内容とか、税務申告の内容も正しいかをチェックしていくっていうのは。これは非常に大きな政府を必要とするんですよね。ええ、簡単に言いますと、行政経費がかかるんです。役所の仕事にお金がすごいかかるんですね。はい。ところが、陰謀制度がうまくワークすれば、まあ、公務員に払ってる給料だと、だとかですね。ええ、余計な経費をかけなくて済むことになります。<ー>これは間接的には、私たちの、まあ。 その余ったお金をです、ねうん、別の方向に振り向けることができますので、ええ、例えば、まあ、デジタル書類機内とか、うん、レジスターを入れられないとか、はい、そういう、うまあ、冷災企業の人たちもたくさんいますので、うん、そういう人たちの手当の方に税金を回すってこともできますよね、税金が余ればそういう意味では、メリットはあるんですよね、なかなか取り上げられていないと。 どうしてもですね、税務署とか政府の候補を見ると、いつまでに何々をしましょう、いつまでに何々しないとだめですよっていう、なんか手続きだとか期限とかばっかりこう報道されていて、ええ、何のためにこういう社会に意味があるのかみたいな本質論が共有されていないという、こういうい印象を私も持っております。さあ、明日はですね。はい。 取引を行う上での下請け業者についてお話を伺っていきたいと思いますので明日もどうぞよろしくお願いいたします今日はありがとうございました、はい、あどうもありがとうございましたここまでですね、はい、インボイス制度について中央大学法科大学院教授の酒井克彦さんにお話を伺いました HKT48 の柳瀬レヤーです RKB ラジオでお送りしている「ガールズパンチ h k t 4 8のももちあまラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます、Apple Spotify アマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで「ももち浜ラジオ局」と検索してフォローをお願いします。